株式会社 AI が提供するデモ音声です。その案上を務めた王マーフィー騎手が A ウェブメディアスポート ING ライフにて当時の心境を自らの言葉で語った。株式会社 AI が提供するデモ音声です。マルシュ・ロレーヌが土曜日に勝つとは思っていませんでしたし、本当に信じられませんでした。株式会社 AI によるデモ音声です。レース直後、馬上でインタビューを受けたのは楽しいひとときでしたが、それ以外では振り返る時間はほとんどありませんでした。株式会社 AI によるデモ音声です。今後の数日間で懐かしい思い出として浸ることができるだろうと思います。株式会社 AI によるデモ音声です。彼女のブリーダーズ C 制覇は本当に信じられないこと。株式会社 AI によるデモ音声です。私はこれまでも矢作調教師の管理馬に数多く乗ってきました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。香港で私が手綱を取り、後に T レーン騎手でコックスプレートを勝ったリスグラ州もその一頭です。これはデモ音声です。調教師から乗り方に指示はなかったので、全くプレッシャーはありませんでしたし、レースではできる限りのことをしてマルシュ・ロレーヌをなるべく上位に持ってくることを心がけました。これはデモ音声です。前に行きたい馬が多く、彼らのペースに巻き込まれたら結果を残すことができないと思ったので、私はマイペースで進めてチャンスを伺うことにしました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。隣枠がダンバーロード2着だったこともあり、私はその後をついていっただけでした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。なぜ早めに動いたのかというと、もしそうしていなければ他の騎手たちに進路を塞がれると思ったからです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最後の直線は本当に時間的に遅く感じました。株式会社 AI によるデモ音声です。それはダートレースではよくあることなのですが、彼女にとって最後の1ハロンは本当に長く、それでも勝ったことはとても驚くべきことでした。